レオ・ホワイトは、プロイセン王国出身のアメリカ合衆国の俳優、コメディアン。1910年代から1940年代にかけて、チャールズ・チャップリン、ファッティロス・コーアバックル、オリバー・ハーリ、マックス・ランデーラの助演者として活躍し、うさんクさ,さ漂うなりすまし伯爵の役柄を得意とした。レオの演じる伯爵は、特にフランス人伯爵とも呼称されるが、 この場合におけるフランス人はフランス国籍を有する人々を指すのではなくチャップリンも映画入りする前に身を置いたミュージックホールで演じられていた寸劇にしばしば出てくるキャラクターの一つである。レオ・ホワイトは1873年11月10日、プロイセン王国西プロイセンのグラウデンツ、現在のポーランド領グルジョンツに生まれる。青年に関しては1880年。 1882年、1887年とする資料もある。幼年期から青年期にかけてのことに関する詳細ははっきりしないが、1890年代後半からミュージックホールの舞台に立つ芸人としてキャリアを重ねるようになる。1910年にハリウッドの演劇プロデューサーであるダニエル・フローマンに見出されてアメリカに渡り、渡米後は 映画界に移って1914年にエッサネー社と契約する。エッサネー社には当時年長のコメディアンであるベン・ターピンが在籍しており、同じ1914年の暮れにはキーストン社からチャップリンが移籍。エッサネー時代とミューチュアル社におけるチャップリン作品ではエッサネー社移籍がいい作のチャップリンの役者でユーサール将校を語る役者を演じて以降、 常連の脇役として出演する。しかし、レオはチャップリンに忠実ではあったが、エッサネー社にも忠実であった。チャンプリンが契約問題が原因で、エッサネー社を去った後、レオはエッサネー社の命を受けて、チャップリンのカルメンの追加説営文を監督する。ベン・ターピンが演じる新キャラクターの出演シーンが追加され、カットされた、チャップリンの出演シーンを発掘してつなぎ合わせた。 レオ版のチャップリンのカルメンは1916年4月に4巻物の作品として再公開、知らせを聞いたチャップリンは寝込むほどショックを受けた。チャップリンは上映差し止めの裁判を起こすが敗訴し、これに力を得たエッサネー社はチャップリンの介護の一部と生活と題された長編喜劇の未使用フィルムを接続した作品を作り上げ、追加の場面の監督をレオに命じた。 三つが思い事件と名付けられた。この作品は、チャップリンの承認を得ていない。チャップリンの伝記を表した、映画史屋のデイビッド・ロビンソンは作品を、失敗作と断じてはいるものの、レオの演出自体には一定の評価を与えている。レオは、チャップリン以外にも様々なコメディアンと共演したが、中でも、ビリー・ウェストとの共演は、チャップリン研究者を一時混乱させるほどであった。 ビリー・ウェストはチャップリンの模倣俳優として成功した人物であり、髪型や仕草から聞き手まで徹底的に模倣し、レオをはじめとするチャップリン映画の出演者を起用、共演者の設定やプロットまでチャップリン映画の模倣を巧みに、かつ高いレベルで行っていた。輪郭が違うという点があるが作品を一見しただけでは判別がつかず、 ビリー・ウェストの作品がチャップリンの未発見初期映画として発見されたこともあった。1920年代に入ると、レオはコメディのみならず、ドラマティックな作品にも出演するようになり、シトスナではセックスシンボルとして当時絶大な人気を誇っていたルドルフ・バレンティノと共演。その他、ベン・ハーにも出演。1930年代以降は、オペラは踊るなど、 マルクス兄弟の諸作品に、早くとして出演するようになる。晩年期には再び、チャップリンを顔合わせをし、1940年の独裁者ではチャップリンが二役で演じるヒンケル付きの利用詞の役として出演。その後も、カサブランカなど、ワーナーブラザース制作の作品に出演し続けた。1948年9月20日、レオホワイトは、 カリフォルニア州グレンデールで74歳で亡くなり、グレンデールのグランドビュー記念公園墓地に埋葬されている。レオは生涯に2度の結婚をして、5人の子供を残した。インターネットムービーデータベースのデータによる。チャップリンのカルメンのオリジナルは2巻もの、ビリーウエストの方が顔が四角い。ありがとうございます。